みんな満面みなのだ、エルザなのだ。今回は前に出るのが怖いならポイズンを使おうについて解説をしていくのだ。トラストを使っていると前に出るって結構難しいのだ。でもトラストに関しては前に出るための方法がないことはないのだ。今回は前に出るためにトラストでできる基本の方法を紹介するのだ。これ覚えておくと腕前上がっても役に立つから、ぜひ覚えておくことをおすすめするのだ。ぜひ最後まで見てくれなのだ。ポイズンで簡単に管理。早速トラストで前に出るために必要なことを話していくのだ。トピーラストで前に出るコツはポイズンを使うことなのだ。ダラダラと話しても分かりづらくなるから、ポイズンを使う理由を簡単に紹介するのだ。1、音による即敵が強い。ポイズンが前に出るために使いやすい理由としては、音がとてもありがたいのだ。適当に通路や壁裏に投げるだけで音を聞き分けて敵の確認ができるから、とてもありがたいのだ。しかもポジションとか通路といったところはだいたいポイズンで網羅できるから、気になるところに投げておくと簡単に索敵できるのだ。こういった壁があるならだいたい真ん中に投げるようにすると広く索敵ができるから、端っこではなく真ん中を狙うのがおすすめなのだ。敵が滞在を避ける。これも前に出るには有効的な効果なのだ。ポイズンの中にいるだけで音とインクがなくなるから相手は嫌がるのだ。これは腕前が上がるほど味方が反応して援護もしてくれるから、敵が集中砲火を避けるために避けがちになるのだ。防衛ポジションなら滞在するにも攻撃がしづらい場所に移動しないといけないから、時間稼ぎできてとてもありがたいのだ。この2つをうまく使用すると前に出やすくなるから、ポイズンをどこに投げるか意識するだけでかなり動きやすさが変わるのだ。投げる場所は2箇所を意識。それじゃあ前に出るときに投げる場所について話していくのだ。投げる場所は言えばキリがないけど2箇所を意識するといいのだ。1、防衛ポジションに投げる。まずは必ず投げる場所として防衛ポジションを意識するのだ。これは前に出るときほど意識しておきたいことなのだ。まず防衛ポジションに投げることに関しては、対面と前に出るではちょっと変わるのだ。対面の時で離すと相手をその場から引き離したり、攻撃のしづらさで味方全員が狙われにくくするなど対面有利を考えるのだ。でも前に出るときは移動の時に出る隙を狙われない工夫が必要になるから、相手が攻撃できる場所を潰すのが大事になるのだ。こうやって聞くだけでも前に出る時と対面で投げる時の考え方が変わるのがわかると思うのだ。なので前に出る時はいつもよりも奥の後衛ポジションに投げることを意識するといいのだ。ゴンズイならこの辺りだったり、マテガイならこのポジションを意識するといいのだ。相手の後衛ポジからさらに奥を狙うのだ。見てる場所の反対に投げる。見えない場所に投げるのはかなり大事なことなのだ。これは前に出るときに相手をマップ全体で抑え込むには大事なことなのだ。マヒマヒの場合、中央を取ったときにこの辺りにいることが多いのだ。ここからだと見える視界は右か左なのだ。でもこれより奥に行かないと相手は攻めてくるし、囲まれやすくなるから頑張りたいところなのだ。こういった時に大事になるのが、見えない方向はポイズンに任せるという方法なのだ。右を見るのであれば、見ない時間は左にポイズンを投げておくみたいな感じで投げるだけでいいのだ。これでポイズンが発動している間は見ている方に集中できるから、とても索敵が楽なのだ。さらに効果的にするのであれば、味方の位置も意識するといいのだ。味方が右にいるなら裏取りされないように左に投げるのがいいのだ。これで右高にいる敵から味方をメイン攻撃で守れるのだ。逆に左に味方がいる場合は、左高に敵がいる場合があるから、ポイズンを右に投げて左の援護をするといいのだ。もちろん近いから直接投げるのもありなんだけど、場合によっては敵に詰められる可能性もあるから攻撃しておきたいのだ。こんな感じで2つの意識をするだけで
よりポイズンを投げる場所を明確にできるからしっかり意識をしていくのだ。なんか投げておこうよりも足止めをしようとか意識をして投げておくとより刺さりやすくなるのだ。投げる場所はちょっと奥を狙う。ポイズンの投げる位置についてもちょっと話しておくのだ。おすすめの場所に投げても場合によっては弱い時があるのだ。これはポイズンの着弾と範囲を理解しておかないと苦労する部分なのだ。そもそもポイズンは着弾したところを中心に円形に発動するのだ。ということは着弾する場所が悪いと効果が半減するのだ。チョウザメの高台で極端な峠をしてみるのだ。手前に出投げた場合だけど実は奥まで届かないのだ。ちょっと下がっただけで避けられるから相手は滞在しやすい状況になったりするのだ。でも奥目に投げた場合、ポイズンの範囲はこれだけ広くなるのだ。高台全体に滞在しにくくなるのがわかると思うのだ。場所として試し打ちライン 0.5 くらいだけど、効果としてはかなり変わってくるのだ。だからこそ投げるときは少し奥を意識して投げるようにして、相手が居づらいように狙ってみるのだ。インク切れには注意。最後にだけど、これをするときに注意があるのだ。ポイズンを投げるのは有効手段なんだけど投げすぎには注意なのだ。策敵などに有効ではあるんだけど、メインで牽制しながらポイズンを投げるということをしているとどうしても足りなくなるのだ。ポイズンを投げた後はしっかりインク回復を挟んだり、メイン攻撃していないのを確認できたらエカ潜伏をしておくのだ。投げること意識しすぎてインクない状態で前に出ると対応が遅れるから気をつけておくのだ。ということで解説は以上なのだ。それでは試合を見ていくのだ。これはエリアさえ塗れば勝てる状況なのだ。ウルショモチが落ちてくれたから助かったのだ。危なかったのだ。ノックアウトで勝ったのだ。ということでご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿してくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで。バイバイなのだ。